どうも、アーサーです。ポケットモンスターブリリアントダイヤモンドシャイニングパールやっていきます。ということで今回はですね、御三家の簡単な厳選方法を皆様に紹介します。でまずですね、最初にこちらの設定を開いていき、こちらですね、お任せレポート、これをですね、市内に変えます。はい、これお任せレポートするにしちゃうと、あのマップ移動ごとにレポート挟むことになっちゃうので、まあ、念のため市内にしておきましょう。でこちらの湖に入っていき、イベントが進んでいくと。はい、でここでですね、厳選が始まります。で最初の3匹何を選ぶかというと、ナエトル、ヒコザル、ポッチャマ、まあ、この3匹の中だと僕はですね、ヒコザルをまあおすすめしたいですね。こいつ、第4世代はですね、炎タイプ非常に少ないのでね、まあ、一番ヒコザルが無難なんじゃないでしょうか。あとまあ豪華ザルになればね、格闘タイプになるので、まあ、弱点のエンペルトは水鋼なんでね、まあ、抜群といえばもいいですね。まだこの段階だと性格とかは見れないので、まずこのムックルを倒す必要があります。お、2発か、随分 A が高いな。これはなんか攻撃に補正が入ってそうな予感がする。今回のヒコザルの性格はですね、まあ陽気かせっかちか、まあ、無邪気、まあ、3つにしようかな。この3つのうちどれか1つが出れば、まあ、厳選終了って感じで。さあここでポケモンをチェック。さあ何が来るか。あーやんちゃか。あー特防が下がって攻撃が上がる、まあ悪くないけど、悪くないんですけど、いやせっかくなんでね、僕は妥協せず、まあ陽気せっかち無邪気のどれかは引き当てていきたいですね。まあやんちゃでも全然良かったんですけどね。でもうさっきのでレポート書くタイミングは大体分かりましたね。まあ、厳選をより効率的に今進めるために湖に入る直前で、まあ、レポートを書くのがまあ一番いいですね。厳選ってね、1回や2回で終わるもんじゃないので、できるだけ効率よく回す必要がある。まあここら辺ですかね。ここら辺で一旦レポートを書きます。であとは、まあ、目当ての性格が出るまでリセットを繰り返す。さあ何が出るかな。もうそろそろ来てほしいわ。お、せっかちいいんじゃないですかね。せっかち来ました。物音に敏感だからワンチャン素早さが V の可能性もあるか。これは素晴らしい答えですね。でレポート書きます。
と今作のヒコザルはなんかあれらしいですね、レベル12になるとグローパンチ覚えるらしいです、格闘タイプの技で。グローパンチはですね、攻撃当たると1段階攻撃が上昇するので、割と序盤最強のポケモンなんじゃないですかね、ヒコザル。最初のジムリーダーも岩タイプだし、まあ、格闘タイプで抜群取れるんでね、かなり強いと思います。いや、ほんとね、第4世代ってね、炎タイプ全然入手できないんでね、ギャロップくらいか、ギャロップポニータくらいでしたっけ、確か。うん、だからね、炎の層が薄いんですよね、第4世代。うん、だからまあポッチャマやナエトルが特に好きっていうわけじゃないのなら、やっぱ一番ヒコザルが無難ですかね。優秀な格闘タイプの技も覚えるしね。あとはイベントを進めると、まあ入手した時はね、名前変えられなかったんですけど、この後名前が変えられるようになります。で、今回僕はヒコザルを選んだんで、ライバルは、まあ、ポッチャマですね。うん、水タイプだから相性はあまり良くないんですけど、ヒコザルにとっては。でも大丈夫、ポッチャマはね、まあ、先ほども言った通り進化するとエンペルトになって水鋼になるんで、で水鋼なんで、ヒコザル豪華ザルになれば炎格闘で、格闘タイプで、まあ、エンペルトにね、鋼のエンペルトに、まあ、抜群取れるんでね。うん、やっぱヒコザルが強いですわな。で、ここでニックネーム変えられるようになりますけど、今回僕は変えません、このままでいきます。ということで、ご視聴ありがとうございました。